アルフォンソ5世は、レオン王。ベルムード2世の子で、父の死によって、母エルビラ摂政の元と5歳で即位した。彼は、アルマンソウルの襲撃で破壊された、レオンの再建を行った。1017年に授けたレオンに対する検証の準備のため、貴族たちをクリアレヒアに召集した。1017年頃青年に達したアルフォンソは、政治的に不安定な王国を継承した。 摂政である母エルビラ、王国の重要な貴族3人がこの時表舞台から降りている。アルフォンソ5世は行政を有効に活用したいと思い、新しい法的枠組みを必要とした。1 0 1 7年に召集されたクリアレヒアにおいて、封建体制下でのレオンにおける司法条項としてレオン憲章が交付された。それはこれまでの不安定な状態に終止符を打ち、 冒険を復活させるものだった。1028年、ビゼウ包位中にアルフォンソは死去した。彼の遺体はレオンに運ばれ、三シド泥協会の王室霊廟へ埋葬された。1013年頃、ポルトガル白メネンド・ゴンサレスの娘、エルビラ・メネンデスと結婚。日誌を設けた。1022年に、王妃エルビラが死ぬと、1023年に、パンプロウナを、 カルシア・サンチェス2世の娘裏加と再婚し一条を設けた。ありがとうございます。